広島カープさん、阪神に完敗し3連敗で終戦。負け方、今シーズン終戦、今季オタワー。今年も終わりか。お疲れ様。阪神さんおめでとうやで。弱すぎる、さようならカープ2023。せめて1勝はしてほしかった。朗報、次阪神とやるときはゲーム差なし。まあ今年は CS ファイナル行けただけでも存在よ、シェイシェイ。まあ阪神とその他球団の差がそのままこの結果やな。借金もねえ、ひどいわ。こんなにやられっぱなしで悔しくないんか。すべてが冴えなかったな甲子園じゃ。2位に1勝もできなかった3位ベイスターズ、1位に1勝もできなかった2位カープ。まあ順当ということで。速報、2024年マジック143が点灯。1点差やとまた違ったんかな。お疲れ様や。カープ的にはベスト尽くしたと思うわ。それでも3連敗してもうたけど、来年は頼むで。 CS ファイナルとかいう小園坂倉と頑張ってる若手をおっさんどもが全力で足を引っ張るだけの3試合てか、来年はちゃんと4番固定してや。新井さん、そして堂林はいつもの堂林だわ。シャレにならないチーム、打撃成績改善しないとな。月も向かないようじゃ短期決戦は勝てんな。何ですかこれは、何のために横浜に勝ったん。これも新井監督の経験になったやろ。今年はやけくそ即戦力投手ドラフトやろな。今年は楽しかった。また来年よろしく。その前にドラフトの時来るわ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。